Thank you.
Thank you.
だから出してるんですよね。
隊所属の警察隊部です。ただいま C-132 装置から取り出してきた防御バイクについては拡大中途時に配置されております陸上自衛隊第10警察隊に所属している警察バイクです。警察バイク隊は地上から隊員の状況を陸上自衛隊の部隊に伝える任務を持つ部隊です。彼ら任務に就きます。診察の結果、速やかな搬送が必要と判断し、救急車を要請しました。要請を受けた自衛隊衛生隊の救急車は SCU に急行します。また陸上自衛隊警察隊のバイクがその救急車の誘導任務に就きます。 C-130 輸送機から降りてきた救急車は従来の救急車より少し大きなもので高規格救急車と呼ばれています。このため内部が広く活動しやすく応急処置に使用する機材も DMAT による診察の結果、患者は建物の崩落による胸部の外傷、足からの出血により危険な状態であることが判明しました。DMAT は負傷者を出血による危険な状態から回復させるため呼吸、脈拍、出血状況などを確認しています。 DMAT 長は酸素が必要であると判断しました。判断に基づいて速やかに処置及び搬送準備に取り掛かります。